はにわかだったんですけど、もうその道にどっぷり使って3年になりますんで、完全に鉄道マニア。もう完全に、ね、剥がれてるんじゃん、はい、あの切符も全部もらって帰ってきてほとんど車掌さんのサイン付きあ、今の人ももらったじゃん、はい、もらいましたよ、ね、なそれ どうやってもらえるの、そうやってくれ、故障で、故障でね、はい、え故障で、はい、サインしてくださいっていつも言う頼むんです、うん、書いてくれる、まあ書いてくれる社長さんがほとんどですけど、いない人もよね、変なハンコって言ってもいいんですよ、そこまでは、まあ、そういう人もお願いしたらしてくれる人も、で、それで廃止になったのも一個のめれば数知れず、すごいね、全部集めてます。で、今日は どうやって行くの、これから先は上司が丸くね、必ず、ね、お前どっちに言ってたよ、ウェディですまあ、上中段の方が安いですからね、下段は6300円ですよ、いやそこまでも、はい、職員の頭いいんじゃないですか、こんな感じです、おこの下段ですわ、あ、下段だね、下段、下段だと、あの、窓意識、そうです、あれだよね、これ三段ベッドだと本当にこう、本当にこう、これなんで乗ってんだろうってめっちゃ狭いですからね、もう好きだね、よく最近まで三段ベッドが残ってたもん、好きだね、で鉄道を語らせれば大体語れますよ、で普段は何やってるんですか、普段ですか、はい、まあ仕事今のところは掃除の仕事ですもんね、でそれで朝から晩まで働いて、違うもんな、はい、ここはな、大好きなんだね、そうです、こっら一生懸命働いても自分のままでいくぐらいだもん、こっちなんて3それよりも少ないです、え、マジで、はい、僕の仕事やってる仕事は普通の仕事って違って、また別の障害者っていう皆さんがやってる仕事なんで、普段よく給料が決まってますよ、今現在高速車、え障害で、あ、そうなの、え、全然そう見えないですか、見えないんです、見えないこと、見えないコミュニティが、うん、ちょっとテンポが遅れたり、なんで同時間なことしたり、結構しますね、そういうことで、それで、それでこれまで冷たい目で見られたりしました、何してるんちゃうと思うかね、でも悪いんじゃねえって、普通に働けるんだったら普通にくれるんでしょうね、毎晩ですからも、はい、
8時過ぎ通過だ。夕食はね、弁当かなんか、あのそれとも、あの食堂車食べタイムってやつがあるんですよ。あー、食堂車の9時からだっけ。はい、はい、それ、ちゃんとメニュー出るの。出ますよ。一応、とは言っても、軽めの食事なんで、まあ、この豪華メニューじゃないんですけど、1品か2品料理で、まあ、それを注文して、まあ、パンと一緒についてくると。で、その軽めの食事の時間を狙っていつも行ってます。で無理やり乗ってって、いやだなこれ、あと起きねえかなと思って、いやいや変な上司と一緒に気遣いながら乗ってって、狙わなくてもうネクストベターはどうしようかな。そっか、すいません、あれだったらね、この発車するけどね、死んだしたらこのガチャガタ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 って来るんだね、俺ね、お来た来た来たって。貨物物ですね、本当にガタガタガタ。まあ、寝台車はの欠点が一つありまして、自分では動けない。まあ、はい、だから貨物列車に一発もらうのが筋なんです。動かれるんだもんね。はい、電源は賄えるけど、自分では動けないというとんでもない欠点があります。じゃあ、あのキラキラウエスは乗ったの？それは乗ってませんね。いや、それは絶対乗ったんよね。じゃあ写真は撮りましたが。え？写真は撮りましたが。乗ってごらん。キラキラウエスで一番ね、感動したのはね、窓でね、星も一つついてない。ってことは、それだけやっぱり、それだけ景色を見て乗りなさいよって、俺はちょっと感動したね。そういうふうに見てるってこと。俺はちょっと、もう新潟来たらキラキラウエス、ね、新潟から坂田感動。だから、すぐに埋まってると思います。ああ、ありがとうございます。
ちらだって聞いて、うん、そう、28日にやっとったらちゃんと4席取れたの。ヨドカっていうのは、485系っていう特急のかつての定番の車両を改造してやったカーペット車両の先駆けトップバッターの一つでして、1980年代ぐらいに作られて、大体バブルの頃に作られたからめっちゃ豪華になってます。カラオケも搭載されてれば、こういう風なソファーもあれば、なんでもありって感じのやつですね。でも最近はお風呂になってきたんで、だんだん確かにね、はい、なってきたんで、だいぶお客さんの数減ったとは思いますが、昔に比べて。その当時、レインボーっていうのがあったんですけどね。レインボー、はい、スーパーエクスプレスレインボーっていうやつがおりまして、そいつは2A81 からね、客車車両のめっちゃ派手な車両でしたが、白に赤という、しかし不便だったのか、あっという間に消えました。今となっちゃ機関車だけが貨物列車に時々使われるぐらい。あ、不思議でやつ、はい、BA81 の大橋で、よく見かけるね、うん、あるね、あれね、あれがかつてのレインボー車両。そうなの、つい最近まで複素性で使われてましたけど、その複素性の電気機関車が最新鋭のやつに変わって、 BA81 は客車を岐阜のお役御免になって、あ、で今では貨物でレッドサンダーだったもんね、今ね、はい、今までのこう、ね、いろいろ電車乗った中で何が一番良かった？そうっすね、今まで乗った中で、うん、一番あと言えば思い出のこれ、これはもうおすすめだって、なんだ、ね、富士、はい、寝台特急富士で、うん、僕がこの富士に入るきっかけになった寝台特急です。なんで廃止になるって聞いて、で、の指定席買って乗ったんですよ、うん、こうしたらめっちゃ綺麗で、こんな綺麗なんかって衝撃を受けて、それ以来ブルートレインマニア、そしてそのまま鉄道マニアとなります。その当時富士は6両になってて、もうかつての栄光などどこにある。